お疲れ様でーす。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい、それで今日の話は、昨日に引き続き、あの男が山口組へ行くパート5を喋りたいと思います。昨日はね、兄貴分の本部長に実行犯で使う予定の若い衆2人、その2人を取られて何の功績も上げてないっていうことで、本部で親分に怒られて、若頭にどつき回されて、それで若頭補佐にいろんなことを教えてもらって、はめられてるんやと、いいように使われてるだけやと、本部長と若頭にね。それで本部長に渡した若い衆二人に連絡して、動くなと、のらりくらりと引き伸ばして仕事をするなと、まあそういう指示を出すんですよ。それで兄ちゃんが刑務所で知り合った人、兄ちゃんが尊敬してる人ね、その人が会社のような事務所に訪ねてくるんですよ。昨日はそこで終わってるんですよ。それでその人がね、実は頼みたいことがあるんやと。それで何ですかと兄ちゃんが言うんですよ。そしたら、ある一和会の人間、まあ三次団体の人間やと、俺の射程なんやと、その人間が嫌気させてると、組織に対してね、自分が所属してる組織に対して嫌気をさせてると、お前の射程で迎え入れたってくれへんかと、まあそういうふうに言ってくるんですよ。ただその組織からお前狙われるかもわからんぞと、それでもええかと兄ちゃんが言われるんですよ。それで兄ちゃんは全然いいですよと、自分を狙ってきたら返り討ちにしますよって、ぜひうちに来てもらってくださいと。それで兄ちゃんはその日の夜、その一和会の三次団体の人間ね、その人間と一緒に食事するんですよ。その事務所に訪ねてきた人と3人でね。それでぜひうちに来てくださいと、それでよろしくお願いしますって言って話が決まるんですよ。その人は射程とか若い衆5人連れて兄ちゃんのとこに来ると。それで次の日、兄ちゃんは自分の兄貴分の本部長を飛び越えて直接本部に行ってね、親分に報告するんですよ。親分のボディーガードについてる若頭補佐ね、本部で喋りかけてきたその若頭補佐間に入ってもらってね、直接親分と喋れるように段取りしてもらうんですよ。それで親分に、実は一和会のどこどこ組のその枝のどこどこ組から6人うちに来るっていう話が決まったんですと、そういう報告をするんですよ。兄ちゃんは一応親分の耳に入れとこうかと、その程度で言ったわけなんですよ。そしたら思いのほかね、親分が喜ぶんですよ。手を叩いて喜ぶんですよ。ようやったようやったっつって、引き抜きも立派な功績やと、ようやったようやったっつって、それで神に引き抜いた人間の名前全員かけと。それで兄ちゃんは事務所から電話かけて聞くわけなんですよ、名前をね。兄ちゃんのとこに来る人間の名前、6人の名前を聞いて親分に渡すんですよ。そしたら親分がようやったようやったっつって褒めるらしいんですよ。それで兄ちゃんは、人殺さんでもこんなに褒められるんかと、それやったら長い懲役かけやんでもなんぼでも引き抜きはできるん違うかと、引き抜けるだけ引き抜いて一発音鳴らして体にぶち込んだら大功績になるん違うかと、そういうふうに考えるんですよ。それで兄ちゃんはその一和会から来た人間、その人間に300万円渡すんですよ。うちに来てくれてありがとうっていうことでね。そしたらその人間はお金なんかもらえると思ってないんですよ。でもものすごく嬉しいんですよ。その300万がありがたいんですよ。一和会でしのぎができてないからね、嬉しいんですよ。ありがとうございます、ありがとうございますって喜ぶんですよ。それで兄ちゃんが他苦労してる人間、一和会でね
知り合いいっぱいおるやろうと。うちに来てくれるんだったら、それなりの金は用意させてもらうよ、つって。引き抜きをね、してこいと。まあ、遠回しにそういうことを言うんですよ。それでその人間も、頑張りますと。声かけたら来る人間いてるかもわからんと。心当たりあるとこ、声かけますと。そういうふうに言ってきたんですよ。それで兄ちゃんは、頼んだことと、これも一つの功績やから、頼むわと、お願いするわけなんですよ。それと、言うのを忘れてたんですけどね。この兄ちゃんの射程になった人間、一応若いから来てね。この人間が兄ちゃんのとこに来るときにね、自分の元いた組織、一応若いのね、そこの情報は聞かんといてくれと。親方はどこに出入りしてるのか、誰々はどこにいてるのか、そういうことは聞かないでほしいと。今まで世話になった組織やと。分裂して抗争になってしまってるけど、もともといた組織やと。裏切って山口組サイドに行ったのに、それ以上裏切れないと。そういうことを言ってきたらしいんですよ。それを聞いて、兄ちゃんは、この人間は逆に信用できると。この人間は役だやと。信用できると。そう思ったらしいんですよ。それで、分かったと。その約束は守ると。兄ちゃんのとこに来ることが決まったんですよ。これさっき言っとかないといけなかったんですけど、忘れてたんですよ。申し訳ありません。それで、本部の我が頭補佐、親分のボディーガードしてる人間ね。その人間から、兄ちゃんのとこの会社のような事務所に電話があって、親分に一若いから来た人間のこと、報告したこと、本部長にバレたぞと。本部長が怒り狂ってると。俺を飛び越えて、親分に話、勝手にしたと。俺にも、お前何繋げとんやと。何勝手なことしてくれとんじゃと。俺にも怒って言ってきたと。だから気をつけろよと。あの人間は悪い人間だから何をしてくるかわからないぞと。そういう連絡が入ったんですよ。そのボディーガードしてる我が頭補佐からね。そのね、我が頭補佐との電話を切って、2、3分したら、本部長から電話がかかってきて、すぐに、うちの事務所に来いと。その兄貴分のね、本部長の事務所に来いと。今すぐ来いって怒ってるわけなんですよ。それで、わかりましたと。じゃあ今からすぐ行きますって電話を切ったんですよ。でも兄ちゃんの腹の中をね、山返したろと。舐められたまま終わってたらあかんと。言うときはきっちり言わんと。舐められてしまうと。兄弟やと。何を言ってもいいやろうと。言いたいことは言うだろうと。そう思いながらね、兄貴分とこ、本部長の事務所に行くわけなんですよ。それで、事務所に着くなりね、兄貴分、本部長に、我勘違いしとったあかんぞ、こらっつって。何飛び越えて、親分に物言うに行っとんじゃっつって。俺の立場があるやろ、立場がっつって言われるんですよ。それで、兄ちゃんが、兄貴、立場って何の立場ですかと。自分はもっと立場ないことを兄貴と頭にされてるんですよと。そしたら兄貴分の本部長が、何がやと。お前の立場なくしたこと俺があるんかと。なめとったあかんぞこらっつって。そしたら兄ちゃんが、自分の若い衆二人取ったじゃないですかと。自分に手から取らすのが嫌やから二人持っていったじゃないですかと。その二人すら使いこなせてない兄貴、あんたは恥ずかしいよっつって。兄ちゃんがそこまで兄貴分である本部長に言うわけなんですよ。そしたら本部長が真っ赤な顔してね、このガキっつって殴りかかってきたんですよ。でもさすがに兄ちゃんも殴り返すわけにはいかないから、そのまま黙って殴られ続けたんですよ。2日間、40度ぐらいの熱出るぐらい殴られてるんですよ、兄貴分の本部長にね。それで兄ちゃんは、こんなんやつの下にいつまでも折れないと。早く手柄を立てて、親分の杯をもらって、じいさんに上がらないと。こいつの下で俺は飼い殺しされると。骨抜きにされてしまうと。だから早く手柄を立てて、
親分の杯をもらって、じぎさんに上がろうと。その時にね、強い決心をね、兄ちゃんはするらしいんですよ。早くじぎさんに上がるぞと。そのために、高層でいい仕事をしないといけないと。頑張るぞと。その時に強い決心を持つらしいんですよ。それからしばらくしてね、兄ちゃんがまたみんなを集めるんですよ。それで、実行犯で本来動くはずの二人が兄貴の組に取られてしまったと。このままあったら、冷や飯やと。とどまやと。よそもんがと。馬鹿にされるだけやと。ここらで一発仕事せなあかんと。誰か腹くくれる人間いれるかと。そう言ったら何人かね、手を挙げてくれたらしいんですよ。行きますと。やりますと。自分の親方、兄ちゃんがね、前は頭にボコボコにされて顔が腫れ上がった。その傷もね、治らぬ間に、次は兄貴分である本部長にボコボコにされてるわけなんですよ。その姿を見て、親方を男にせんなあかんと、いい仕事せんなあかんと、それは兄ちゃんの下の人間、みんなに伝わってるわけなんですよ。それで何人か手を挙げてくれてね、行きますと、やりますと、言ってくれたんですよ。それで、よっしゃと、行くぞと、それで、ある人間を狙って動くんですよ。それは、兄貴分である本部長に報告もなしに、やるわけなんですよ。それで、兄ちゃんは手柄を立てるんですよ。はい、申し訳ありません。この話の続きは、明日の完結編で喋りたいと思います。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。